やっぱ全然歯が立たねえ。これじゃ歌が完成するまで持たないよ。さっきがお願いしてみます。え、お願い。アルルーちゃん、お願いします。やめてください。さっきはアルルーちゃんと同じお星様です。だからお友達です。敵じゃありませんよ。アルルーちゃん、ダメだ。サキ、諦めるぞ。やむを得ません。一度撤退しましょう。おい、みんな無事か？なんとかね。フィルちゃん、フィルちゃんがいません。何？その器なら、ここじゃ。お前、いつの間に。やっとこうして面と向かうことができたの。お主が現れてからずっと話をしたかった。何度も殻を破ろうとしたのじゃが、このフィンネルが固くなに拒みよっての。奴が弱ったおかげでこうして出てこれたが。イルちゃん、だからあんなに苦しんで。もうてめえの好きにはさせねえ。とっととその体、フィンネルに返しやがれ。そうは言うか。マラモンは、このティリアとやらに問いたいことがあるのじゃ。質問？一体何かしら？塔の中で流れているあの歌。主はお前か？そうよ。そうか。ならば、わらわの力を返せ。あの歌が全てを奪った。あの歌のせいで、わらわの力は、ウシェリエルに奪われたのだ。力を奪われた？おい、どういう意味だ？おそらくこの子も惑星の意志。確かにムーシェリエルはこの塔を完成させるために作った2番目の動力源。この子の言っていることは正しいわ。そうじゃ。ハーベスター社という輩はわらわに力を返すと言っておったが、あれは偽りじゃったのか。その様子だと、お前とアルルーは結託してるってわけじゃなさそうだな。アルルー、わらわの精神と同居しておる奴のことか。そやつなら、確かに存在は知っておる。じゃが、存在以上のことは知らぬ。先だって、ようやくわらわがムーシェリエルにたどり着いたと思うたら、突然は奴が出てきおって。気がついたら、あの状態になっておったのじゃ。同居してる？アルルーがあなたと？そうじゃ。とても深いところにあやつはおる。今も一緒？もちろんおる。なるほど。ティリア、何か分かったことでも？ええ、つまりボディは大地の心臓に移っても、精神世界はまだフィンネルとつながってるもの。だったらフィンネルにダイブすればアルルーと会えるかも。今の暴走状態のアルルーとは話すらまともにできないけど、精神世界経由ならあるいは。よし。おい、お前、アルルーがお前の精神世界のどの辺にいるのか教えてくれ。いいだろう。ただしティリアとやら、
お主がわらわの条件を飲めばの話じゃ。条件？どんな？ムーシェリエルに吸収されたわらわの動力をお主が返すのじゃ。さすればあやつのもとへ案内しよう。いいわ。アルルーをどうにかできればそれも可能だから。その言葉に偽りはないの？約束するわ。お主らがアルルーと呼ぶ者の意識は精神世界の遥か深い場所。お主らの指標に従えば 4.6×10 の17ジョーヘルツに存在する。簡単に計算するとダイブレベル17ね。ダイブレベル 17？ 信じられない。そんなレベルが存在するの？理屈上ね。ただしただの人間にはないわよ。もっと高次元の存在だけが明確に持つレベル。そういった者たちの精神世界は人間でいうところのレベル10以上から始まっているの。だから普通は感じることも話すこともできない。そんな場所にサキたちが行くことなんてできるんでしょうか？普通は無理。通常ダイブマシンはレベル9までしかサポートしてないからね。それじゃアルルーの居場所が分かっても意味ねえじゃんよ。 VR21 あれを使えばレベル10以上の精神世界にダイブすることも可能なはずだ。それってこの前カテナさんが言ってた？ああ、カテナの父親が発見し研究していたグラスのインフェリア以前の技術で作られたダイブマシン。その研究自体は途中で頓挫してしまったが、カテナが後を継いで研究をしていたはずだから、カテナなら操作できるはずだ。よっしゃ、そうなりゃ早速向かおうぜ。しかし問題がある。 VR21 であればレベル17まで潜れるというのはあくまで物理的に可能だという話だ。実際ダイブするとなると普通の人間の精神力では一瞬たりとも持たないだろう。その辺の問題なら私に何とかできるかもよ。ダイブする人間に及ぼす影響をある程度緩和できると思うわ。ティリア。それにもしかしたらそのダイブマシン私の知ってるものかも。とにかく案内して。早く見てみたいわ。おう、そんじゃ行こう。約束じゃぞ、ティリア。その時までこの体はお主たちに返そう。フィンネル。私、フィンネル、動けるか？うん。よし、行くぜ。とこしえ急作行動だったよな。